皆さんこんにちは、エルダゲームチャンネルのエルダです。バージョン 2.1 間近ということで、今出ている情報で読みとの相性がいいキャラクターを紹介したいと思います。いよいよ読みの実装ですね。結構期待が高いキャラクターとなっているようなので、事前に準備はできることはしたいところです。その中でも特にキャラ採用による火力アップやデバフ付与による必殺技ゲージの増加といった仕様があるようですね。その点を考えると、持続パーティーを育成していない場合、そもそも採用が難しいということがあると思います。なので現在判明している性能から条件をつけていって、相性がいいキャラっていうのを予想していきたいと思います。今回は弓の性能がそこまで細かく出ているわけではないので、あくまで事前情報からの予想となります。その点だけはご理解いただければと思います。それでは早速やっていきましょう。まずはキャラクターの紹介の前に、弓でキョムキャラを採用する条件について話していきたいと思います。先ほど話した通り、弓はキョムキャラの採用が前提となっていますので、ある程度条件を絞って相性を見ていくっていうのが大事です。その条件としては3つになるかなと思います。1つ目はデバフの付与確率の高いキャラクターです。そもそもデバフを付与できないと意味がないので、効果命中が必要になってきますね。ですが獣のキャラによっては持続ダメ中心で攻撃力だけ振っている場合も多くあります。散歩などがその例ですね。そもそも付与ができなければ、予備の必殺技ゲージを貯めれない原因になるので、火力が落ちてしまいます。この点を考慮すると、ブラックスワンや銀王といったもともと効果命中が必要なキャラ育成は難易度も低く合わせやすいというのがありますね。2つ目は全ての攻撃方法でデバフを付与できるキャラクターです。読みの必殺技はデバフがあってこその性能となっているため、 SP に依存しないデバフ付与が必須となります。読みはキョムキャラを2人以上編成することで火力を伸ばすことは可能なので、編成が偏りがちです。そのため SP の枯渇は発生しやすくなる可能性が大いにあります。枯渇してしまうと、ヨミのスキルによるゲージ増加のチャンスを潰してしまうということがありえます。ヨミにモチーフ公園水を装備した場合、2つ溜まるということができます。このことを考えると、 SP 枯渇で攻撃の機会を失うっていうのはちょっとダメージが減るのでもったいないなっていうところですね。ヨミのためになるべく SP を維持しつつ、どの攻撃でもデバフを狙うことは SP 温存と火力に直結するので優先度が上がると思います。3つ目は弱体化によるデバフ持ちのキャラクターです。先ほど話したように、ヨミの編成に関してはキョムキャラを2人以上採用するため、かなり癖の強い編成となります。残り1枠に関してはどうしても耐久枠になってしまいますので、バフキャラを入れるということが非常に難しいです。もちろん突をしてしまえば編成の緩和というのはありますが、基本バフキャラは入れないと思います。そのため持続ダメージキャラだけを採用すると、カフカのような即発動キャラがいないため、総ダメージが低くなりがちです。持続ダメージキャラよりもデバフを優先的に使えるキャラを使った方が弓の底上げにつながるというわけですね。この点を考えると、アタッカーとなる弓のサポートも一緒にできる弱体化のキャラは優先度が高くなると予想しています。事前情報からの相性のいいキョムキャラの条件を決めるとすれば、こんな感じになるのかなと思います。ではこちらの条件をもとに相性のいいキョムキャラを紹介していきたいと思います。まず1人目は銀狼になります。通常攻撃、スキル、必殺技、どれを使ってもデバフを付与することができるキャラクターとなっていますね。攻撃、速度、防御と多岐にわたってデバフを付与できるスペシャリストです。しかもスキルによる弱点属性付与などをしっかり意識していれば、効果命中は高くなりますので、そのまま採用できるっていうのもいいところですね。特に必殺技による防御力弱体は読みの必殺技の底上げにもなりますので、相性がいいと言えます。ただし銀狼に関しては単体特化の能力となる部分なので、読みの全体必殺技と相性はめちゃくちゃいいとは言えないですね。また弱点付与も読み編成の場合ばらつきがありそうなので、弱点付与だけを狙うのはかなり厳しいかなと思います。雷虚無と陽子孫悟とかを編成できれば狙えそうではありますが、かなり難易度が高めになりそうだなというところです。編成については難ありですが、とにかくとても相性のいいキャラと言えます。
続いて2人目はキャラになります。星4キョムキャラで星5波に強いデバッファーですね。スキルと必殺技においては弱点デバフがあるので非常に使い勝手のいいキャラクターとなっています。ですが通常攻撃は付与なしです。そのためペラを採用する際は高円錐を決意は明日のように輝くにするという条件がありますが、これにより銀色のようにデバフを付与することが可能となります。しかも銀色と違っていいところとしては全体に対して防御力ダウンのデバフを付与できるというところです。読みの必殺技の前にペラの必殺技を使用すれば全体に大ダメージが期待できますので、瞬間火力はものすごく高く期待できるものだと思います。しかもスキルで敵のバフも解除可能ですので徹底的に敵を追い込める性能をしていますね。銀狼を持っていない方はペラを採用するだけでかなり火力が安定するのではと思います。ただバージョン 2.1 後半で来る渓流とも相性がいいキャラなので、多岐にわたって採用される人気キャラなので編成は困りそうというところですね。3人目は経内粉となります。最近配布でもらえるデバフ可能なキャラクターですね。通常攻撃、スキル、必殺技、どれを使ってもデバフが付与できるキャラクターとなっています。しかも低いによって火ダメアップのデバフもありますので予備のサポートもできるようになっていますね。スキルに関しては拡散で3体に燃焼付与のチャンスがあるのでデバフを狙いやすい方だなと思います。燃焼の発動によるダメージを自分の必殺技で起動できるのも強みですので、ちょっとした火力源としても機能するのがいいところです。コツをしなくても使いやすいっていうところからすると、同じ起動ができる3歩と比べると扱いやすい星4というところですね。ヨミと相性のいいキョムキャラについては以上となります。その他のキョムキャラとしてカフカやブラックスワンなど相性が良さそうなキャラクターはいますが、正直この2人に関してはこの2人自体を一緒に組ませた方が強いと思います。サポートというよりかは持続ダメージの発動で進化を発揮するキャラクターですからね、ちょっと火力としてもったいないなと思う時があります。そういった意味では三歩やるかも同じことが言えるのではと思いますね。読みの実装に伴ってキョムキャラ編成が2パターンできるようになるので、あえて分けるのもありな気はします。攻撃特化と持続特化というだけで差別化ができますし、とても期待できるのではと思います。それでは最後にですが、キョムキャラ以外についておすすめを紹介したいと思います。まず孫悟キャラですね。フゲン、ジェパード、孫悟主人公なのかといった面々です。フゲンに関しては読みのステータスで必要な回心率を 10% ほど上げることができるので重宝するかなと思います。意外と異物厳選していますが、回心率を盛るっていうのは大変ですからね。また全ての孫悟キャラに言えることですが、正解市場のトレンドを採用するだけで攻撃を受けるだけで燃焼が付与できます。ただし効果命中を持ったり狙われないと相手に燃焼を付与することができないので、そのあたりが辛い部分かなっていうところですね。こういった面を考えると炎主人公が意外と相性が良さそうなので日の目を見る部分になるかなと思います。逆に相性が合わなさそうなキャラクターに関してですが、ポポといった EP 回復キャラと相性が悪い可能性があります。攻撃力がアップして読み以外に EP の恩恵があるのでいいかなというふうに思っていましたが、このあたりは読みの耐久値と相談になりそうですね。読みキャラ自体は基本防御力が低くなりがちですし、火力に全振りする読みは回復よりもバリアの方が相性がいいのかなというところもあります。まあその他にも新キャラのギャラガーとかいろいろありますが、今のところ耐久枠というところで考えると孫悟キャラが優秀なのかなというところです。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。